カマキは逃げ切ったようだな。何のつもりだ？邪魔をした理由を聞かせてもらおう。畜生！はあ？刹那。その。ねえ。母。いや。いやね。刹那さん。おお。ええ。うんうん。ああ、いいえ。くっ、はあ、いや、刹那さん、そうだね。不思議なもんだな。悩みがあるとどうしてここに来ちまうんだか。刹那お兄様。玉木か。大したことじゃない。玉木ではお役に立てませんか？まだ子供だから。いや、俺はいつも玉木に救われてる。お前の笑顔にどれだけ励まされてきたか。だから今度俺がお前を助ける。また何か考え込んでいるようだな。お前は人を頼るのが下手すぎる。自分一人で何とかしたいんだ。弱音を吐いて幻滅されるのが怖いわ。それもある。あとは誰かを頼ってそいつがいなくなったら俺はもう。叔父上が亡くなってお前が苦労してきたのを知っている。だが信頼してもらえないのも悲しいものだな。私たちを仲間だと思ってないのはあなたの方じゃないか。大変です。どうした？アーナス様たちが敵に囲まれ大怪我をされたと。このままでは。なんだと？あ、今はあなたと一緒には戦えない。すぐに行く。うん。うん。何？ええ。ミレニア。それが役目ならそうね。ええ。 やるわよ。そうね。そんな。いいえ。 そうね。戦いは避けられない。刹那さんが危ない。 急ごう。我が分、僕と味わうがいい。進路は2つ。どちらが選ぶか慎重に決めなくちゃ。 俺が来たからにはもう安心だ。ごめんなさい。ここは通せません。これ。 しないと。これでいいのね。皆様、こちらからおいでください。なんだこの後ろで。石碑か何かのかけらに見えるけど。 何が書いてあるかはわからないわ。オーラよ、せっかくの大物逃すわけにはいかない。正直だ。私の邪魔をするか、ならば消えてもらう。ここまで追い詰めたのだ。逃がすわけにはいかない。 こそりゃ来るさ。本当に間に合ってよかった。退路は立たせてもらう。おお、なんだお前は。お見事です。これで流れも変わるでしょう。この俺が苦戦するとは。 刹那さん、無限全身流レフュージー風雪邪魔をしないで。まあいろいろ隠し事をしていた。でも優しさは本物だと思うんです。だからそれがお前の信じる道か。なら知らぬ具合。よし、こちらの思い通りだ。フォローさん、お前になりすぎてました。 焦っては敵の思うツボだ。案外早くお迎えが来たのね。それともこちらに寝返りに来たのかしら。まさかやはり私たちの仲間を返してもらうよ。 仲間を信じず、大切なことも話さない。なぜそんな男をまだ信じます？彼はいい流れですよ。多分人を頼るのが下手なことなんだ。見限るのは頑張ってください。聞いたからに遅くないさ。そんなことにはならないと思うけどね。楽しそうですね。なるほど。穴は手慣れにあると認めます。よろしくと。遺伝の術法です。あら素敵。大戦果を認めます。実行します。グッバイ。見事だカズミ。無限天神流の極意を見た。あなたに私は倒せない。なんとか逃げ切れたようね。すまなかった。そしてありがとう。 すまない。そうね。せつなさん。わかった。 王は犠牲者なんだ。王は自らの命を燃やして泉の強大な木を操る。そのせいで代々の王は短命に終わる。特に最近はもう10年と持たない。俺はどうしても玉木を死なせたくなかった。 人生に光を与えてくれた大切な家族を。だから叔母上に占ってもらったんだ。俺が王に、いや永遠の王になれる方法を。刹那が王になるには異界の英雄から力を借りねばならないの。ただし絆がなければ 力はなじまずこぼれてしまうけれど、そして永遠の王になるなら三種の神器と共に泉に身を捧げればいい。そうすれば体も魂も朽ちることはない。泉の中で永遠に生きる。そんなのずっと苦しむだけじゃないか。それこそが俺の願いなんだ。玉木と世界を守り、そして二度と犠牲者を出さずに済む。俺にとってこんな幸せなことはない。これで隠していたことは全て話した。虫のいい話だが、どうか俺を信じてくれ。俺に力を貸してくれ。大切な人を守りたい気持ちは私にもわかる。でもあなたが犠牲になればきっとあの子は悲しむ。それでもいいの？覚悟の上だ。やっと本音をぶつけてくれたね。私たちの力を使って今のあなたになら預けられるから。それでいいよね。私は元の場所に帰りたいだけだ。私にはやらなければならないことがある。そうだね。ここにいる誰もが自分のやるべきことを果たしたい。そのためにも力を合わせよう。 ありがとう。刹那さん。ああ。あ、そうだ。ああ、頼む。それが役目なら。レグリナさん。ええ。ああ、頼む。いいだろう。頼む。いいだろう。よし。みんなには絶対内緒だよ。シキたちは要衝を2つ押さえている。1つずつ奪い、戦いを有利にしよう。人間たちから奪うなんてたやすいこと。私はあちらへ行く。この辺りの敵も片付けようか。残しておくと厄介そうだ。あの拠点も落としておけばさらに有利になりそうだな。我々は降伏します。この程度で値を上げるのでたわい。よし、先にするぞ。だがこの拠点は物資も豊富で手放せない。レグリナさん、すまないが守ってくれないか。まだなすべきことがある。ドキドキが止まらない。お見事です。これで流れも変わるでしょう。いいか、カクン、攻め時逃すべからず。